男環状列石は、北海道深川市温港に所在する、縄文時代の環状列石群である。別称は、男環状石席ひもろぎである。1928年、北海道指定の史跡に指定され、1956年12月28日、国の史跡に指定されている。稲見山という標高113メートルの大地に構築されている。本は、 13号まで確認されているが、元来はもっと多数であったと考えられている。発掘調査は、1917年に、同調技師が2機の環状列石の内側を調査している。また、1953年と1955年にも発掘調査されている。以降は、北側と南側の2グループとして捉えることができる。北側には1から10号までが並んでいる。 これらの遺構の直径は2メートルから5メートル前後であり、自然石を環状に立てておき、その内側に河原石を敷き詰めたり、積み重ねたりしている。南側には11号から13号までの3基があり、それらは東西、南北の長さが30メートルほどの土手で方形の区画を設けている。ここには環状の排石はない。 北側の遺構の敷き詰めた石を取り除くとしたから2メートル0.5メートル、深さ1メートルほどの隅丸方形の母校が掘られていた。母校内から腐食した人骨、そこから河蝉の小玉、黒曜石製石属、チャート製の石碑、シュール紙片が出土した。南側の方形土類の内側には、隅丸方形状に平たい石を敷き詰め、 その下に1メートル2メートルの母校が掘られていた。11号では、翡翠小玉23、夕柄石族12個が並べられた状態で出土した。石族のそばには、シュール氏の弓が、樹皮様の紐を巻きつけて置かれていた。12号では、翡翠小玉9、シュール紙編。13号では、翡翠小玉6、黒曜石、石族1が出土している。ありがとうございます。